有楽町方面に行ってアンテナショップを見て行こうと思われます。うわあ、あったあったあった。ここ。懐かしいの見つけた。昭和のカレーだ。これが何か沖縄と関係があるのかな。パンピン茶、ジャスミンティー。塩も多分有名なんですよね。沖縄県ってのは塾とか。これジュラミサイダーとかあるけど準備中になってる。これ。なんかもかわいい。なんか私の中で一番気になったみたいな、これが見たいんだよな。大丈夫だ。びっくりした。あれ。いやー、沖縄怖いな。